これからも野菜の給油が足りなくなってきたみたいだ。だから、よくないで、長い砂糖首畑が使うことでした。今ある床に一本並べて、そして砂をやって完成。すごいだろ、この砂糖首畑が。あ、形です。アローハ、カラクラスティッチだよ、カラクラスティッチ。スティッチだよ。スティッチってなんだよ、スティッチって無理だよ。スザックさん、まともな今回の数、いや最近まともじゃないよ、全然まともに喋るわ次ぐらいは。スティッチの声で今回の数からお願いしますとね、採用されるまで投稿します。さあ、これ面白いな、採用されるまで投稿します、面白いな。ずっと学校行くんだな、いや面白いな、ちょっとそれは。いやびっくりした、ググっちゃったんだよまたね。前回のカズクラスタートする前にいつも謎の10分間があったりするんだよ、これいつも10分かかってんだよ、調べていけるかないけないかなってモノマネコツみたいなね、あるんだよそういうのが。で今な横に侵入者いたよ、侵入者が。待ってろ、はい、侵入者め、これでエンダーパール2個で手に入れることができてしまった。そして裏倉だ、裏倉で実は安くしといたぞ。ちょっと下の子たちも今ゾンビ化しちゃってね、これだけはちょっとどうしようかなと思ってんだけど、治療してる間に育ったかな、育ってる。みんな一緒に行ってみよう。あーたた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 たそっか、あっちちょっと届いてない時あるかね。作業範囲のね、100マスぐらいか、これもしっかり植えとこ。 OK、 あ、これでもまだちょっと余ってんな、攻撃しちゃうか、攻撃その前に出す。あ、78エンダーアイを投げて、でででーん、よくなくすエンダーチェストがもう一個、やった。これでだ、紙を作って、そしてうーわ、一回転、よし、痛い、お命ちょうだい。落とさなかったか、すげえ。紙の製造もすげえ大切になってきたぞ。この子らも治療してあげたいんだけどな、6つあるわ、治療しといてあげようか、第一段階分だけ。直してあげるから、おんちゃんが直してあげるから、えい、誰がこんなこと、すぐ助けてやる。オーケー、その間に小遣い稼ぎ、ありがとうありがとう、これは額縁までもありがとう。すげえお金持ちになって、額縁もすごい量。なら待ってる間に、山田さん、宝くじ当たるよりカズさんのコメント読まれた方が嬉しいか、いやいや、当たると嬉しいよ。多分ね、視聴者さんこんだけいると、周りに当たった人、もしくは自分が当たりましたよっていう奥単位のやつね、奥のいるかと思います。どんな感じになるの、どんな感じになるの、ちょっと個人特定されんぐらいの感じで教えて、どんな感じになるんか教えて、ちょっとどんな感じか教えて、コメントにぜひお願いします。すごい幸せな家庭になりましたとか、なんかすごい大きな家が建ちましたとかね、どうなるんだろう、俺当たったらどうしようかな。まあ、全部投資に回します。はい、以上です。まだあと4人だな。ラランさん、スライムのワック高さってアップデートも一緒なんですか、ゼロ以下。うわ、掘れとおっしゃるのですか、カズクラに掘るかな、そっか、そうだよな、頑張るかな、ちょっと検討、いや掘るか、真の穴ね、前のやつが詐欺みたいになっちゃうから、いい感じに攻撃できるようになってるわ、これいい感じに。スイカ畑とか作ればね、うん、もうそんでいいんだよっていう感じになってるよね、これ。スイカ畑、地下のスイカ畑とか作る？ね、あれ結構簡単に掘れるから。あ、まだ攻撃してもらえる。額縁。いやー、それにしても、たんまり食べたばい。いやいやいや、笑顔が出てきちゃう。たんまりたまったばい、これ。
足りるんじゃない、もしかしてこれ、この巨大倉庫分。オーケー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 、半分ぐらい貼れたかな。ね、あ、だからここにもまだまだチェストが置くはずしだし、まだ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 全然だわこれ。そうだそうだ、まだまだ木材も足りてねえんだわ。でも今日はあれだな、真のあれやりますか。忙しいぞこれは。さあというわけで本日の現場ね、参りましょう。湧いてるかい、今日もスライムさん湧いてるかい。横に湧いてる、湧いてるじゃん。あっちっちの剣ですまんが、えいえい、3つ、まずは3つ。さあそんで今回は、この下ねやってほしいということで、頑張るか、このチャンクの下頑張るか、行くか一丁。というわけで行ってみましょう。あー、こんなところにスライムボールや。おーし、これは大変なことになるぞ。な、幸運の高橋さん、これを使っていこう。これは大変な戦いになるだろう。こうやって当てます。わりかし早いのか。いやこれ地獄だぞ。わお、これ深さ60ぐらいまであるから、これ大変だぞ。で、一旦湧き潰しして、鉄は感謝しながらいただきまして、まあ、それはともかく、すごい量を今から掘っていこうかと思います。さあ参りましょう。なんか出てきた、なんか出てくることあるんだ。わー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 、なにこんな一気に出てきて、大変大変、虫が大変、こんな出ます。なんか今ペチャン落ちてきた、ペチャンってペチャンって入れといたんよこれ。ペチャンって落ちてきたわ。なんか今この下にも本当に湧くのかな、そればかりは謎なんだよね。うわ、これ目があるんか、置いた部分だけなんかちょっと気持ち悪い感じになっちゃった。まあいいわ、置き方があるんかこれ。丸石置いた、深層感だよな置いたの。あー違うんだ、置き方があるんだわこれ。なるほど、まあいっか、細かいことは気にしない。カズチコカズチコーと、めーん、せっかくなんで湧き潰し湧き潰し湧き潰し、そして置き方も多分分かったよこれはね。こうするといいんだ、これを壁なんかにやるとこういう縦置きになっちゃうから気をつけろ。難しいかも分かんないけど、こう地面に向けてこうね置いていくことで、こう綺麗に置けるんだ。ああいうくちゃくちゃになる、気持ち悪いな。でもあれもういっぱいそういうところあるの、これ、ここら辺もだよね。これ気持ち悪いな、なんかこう改めて見るとこう、ね、ここも違うよね、これ違うよね。上下のブロックに当たるように置いていかんと。うわ、綺麗になった、汚っ。いや直すか、いやこれ掘るだけで時間かかるだろうって。もう痛い、バカロー。イエス、汚いなこれ。おらー、おー、あれ、私は一体何をやってるんだ。貼り直しまで今してしまう。あっこも気になる。わかるか、この微妙な差が。ここもかもわからんな。おーし、オーケーだ。さあ、うんなら全体の、6分の1ぐらいですね。はい、6分の1も到達しません。マイナス60ぐらいまでありますが、どうしましょうこれ。掘るしかないんだよな。今回は採掘音をお楽しみください。なんか落ちてきた、またべっちゃべっちゃって。金だ。あ、金は欲しい。ああ、一旦帰宅します。
あ、水バケツでいっか、これで帰るときこれでいいや。よっこいしょ。あ、ただいま。ただいまモス。これも本来はね、持ってなくていいような、これ今回で忘れんようにね、これ忘れんように。オッケーオッケーオッケー、行くぞ。高評価の準備はできたか。わーパシャムテーンと、よし行こう。いや、まだまだなんだって。金ありがて。金不足してるから、視聴者さんからね、マイナス16でやってみてはどうですかみたいな。どうなんだろうね。ネザー行った方が効率はいいような気はせんでもないけど、どうなんだろうね。牽制はでも少ないからね、こっちの方がね。うわー、厄介。水水分見える。あ、おはよう。てーいてーい、やべ、もうねえべ、松明前だいたい湧き潰してきた。わっ、湧いてる湧いてる。うわー、やったやった。ここでも湧くんだ、ちゃんと。新品だよな、ペチャッと落ちてきてないよな。うわ、湧くんだ、ちゃんとしっかり。うわー、この高さ嬉しいんだ、嬉しいんだ。よし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 、ちょっとやる気が出てきたぞ。あるぞー。うーわ、ようやくラッキーダイヤだ。ラッキーダイヤ入りました。うわー、ラッキーダイヤ嬉しいな。ラッキーでーす。ちょっと上戻ろうかしら。鶴橋回復タイム。ボボボボボボン。適正適正適正、ありがとうございます。ありがとうございました。追加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 。わー、でっかいのもいる。さあ、そして高評価の準備を。ヒューバジャン、成功。今で21。うーわ、おろろ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 、21。うわー、びっくりした。ぺっちゃんぺっちゃんで、ぺちゃん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 。1時間半ぐらい掘ってるか。27か。まだ30も半分もいってないやないか。頑張るか。さて、あと倍。頑張るか、続け。あや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 。ポン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 。ポン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 。いや、掘ってこ。絶対なんかすごいものがね、ある気がするんだ、これ。すごいのが、どうせ地下で見つかると思うんだ、これ。はぁ、ちょ、作業飽きたので、湧き潰し行ってきます。あー、そういえば昨日ゾンビが乗ってたんやけど、なんか変なダメージ音が聞こえたから、多分こいつがな、こういうところに行って、でこれにゾンビが重なってやったっていうね。殺人鳥です、これ。殺人鳥、怖い。殺人鳥おったわ、こんなところに。はい、あ、こんなところにも。
品をありがとうございます。あの恐ろしい殺人鳥です。本当に可愛い顔しておきながら、まあここでね住むがよかろう。ほり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 進めていきましょう。おーラッキーラッキーラッキー、おーおーおーラッキーいただくよ。ラッキー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 8ラッキーありがとうございます。あんなら戻ります。ふぅー、よしな、成功させるか。そろそろ危険な高さになったはずだ。成功したら高評価、命をかけた。うわあ、ありがとう。よし、なら掘っていきましょうか。ちなみに深さ30、おお10マスぐらい進んだ。大穴開いてねえのかな、下に大穴。どうですか、リプレイ元、リプレイ元の編集マンさん、どうですか、下に大穴開いてないですか。大穴、大穴開いてないですか。すごい大穴開いてて、もうここだけでね、お兄ちゃん終わりやだね、もう採掘お兄ちゃん終わりだよみたいな、ないっすかね、そういうの。あ、それとも、弟のお嫁さんがやってるパターンもあるからね、お兄さん全然ないですよとか、お兄さんすごい穴開いてますよとか、ないですか、ないですか。あー、なんか今遅いと思ったらビーコンパワーがなんということだ、届かない。ここだと、この真下だよな、めんどくせえけど。ポン、はい、取ります。よし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 、取りました。ほいで、さっきの場所どこだ。こっから4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33、ここら辺まででいいと思うんだ。はい、できた、ようやく、ようやくや、大変やったな。おっしゃ、ようやくスタート地点、頑張っていきますか。おお、待てたよー、ラッキーダイヤ待てたよー。3、4、ありがとう。めんめんめん、お腹いった、めん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 。あー、見えた見えたわこれ。あ、よかった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 、よかった見えた。なんだなんだ、もうちょっとだったんだこれ。なんだ、見えてたんだ。うーわ、うーわ、テンション爆上がり。イエイ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 、追われる追われる追われたわ追われたわ。なんだ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 、何マスで出るんだこれ。マイナス59で出るんかい。よしよしよし、うわー、これ何時間かかったと思って。2時間半だぞ。ちゃんと真面目に掘った。ありがとうございます。ラッキーダイヤこんなもんかな。はいはい、ラッキーダイヤありがとうございます。
だー。あー、あっこまでちょっと戻るか。あっこ戻るか。あとなんか変な石の置き方してるところもあるけど、まあいいか。あっこまで戻るか、とりあえず。はい、戻ろ。真のワンチャンくぼり頑張りました。何の穴だな。よく頑張りました、ワンチャンク。褒めてあげたいわ。あとはここから。うわー、穴だとなんか違うんだな、これ。上がり方のあれが違うんだな。押し込んでいいや。はい、というわけでなんとかワンちゃんくぼり完成ということで、ありがとうございます。いやいや、頑張ったと思ったら高評価お願いします。もう寝ます。というわけで、おやすみなさい。バイバーイ。